った。そうじゃ、地球の平和は俺が守るぜ。ライザーグレン剣山。ライザーグレンの武器はグレンソード、炎のエネルギーで敵を斬るんだ。くらえ、レイジングフレイム。私は砂田ゆか、みんなの命は必ず守るわ。ライザー限り誕生。ライザー限りの武器、限りストライカーは左腕に装備している特殊武器。行くわよ、ファントムダンス。限りストライカーにはいろいろな武器が収納されているの。そこね、限りダガーファン。到着。これはヒラがシーン、ハデスの野望は必ず潰す。ライザーガント、スイザン。ライザーガントの武器、ガントスラッガー、エネルギー弾を連続発射できる。アサスカノン。ガントライフルは遠くの敵を狙い撃つことができる。フライブラストシュー。宇宙に浮かぶ巨大衛星シェードスターはライゼロスや精神獣の発信基地だ。ライゼロス発信だ。俺たちの頼もしい味方、原生獣ライゼロスはジャスティパワーの守護神だ。原生獣ライゼロス召喚。ライザーグレーンの精神獣炎王は炎の力で敵を攻撃する高速戦闘機だ。ガエフェニックスバルカン。ケンライザーは原生獣ライゼロスと精神獣炎王が合体して完成するライザーグレーンの原精神だ。いけケンライザー。ケンライザーライザーバーン発射。とどめだ、同僚弾メガヒートスラッシュ。ライザー限りの精神獣ランガは鋭い爪と牙で敵を攻撃する。行けスラッシュクロー。ライザーガントの精神獣後期は多体装甲と多くの武装を持っている。タートリングゼ発射。獣ライザーは原生獣ライゼロスと精神獣後期が合体して完成するライザーガントの原精神だ。腕獣ライザー。謎に包まれた青き星の勇者、その名はジャスティライザー白金。ライザー白金の武器はジャスティアーム、3つの形態に変形する特殊武器だ。ジャスティブレード。ジャスティブレードにジャスティパワーを集めて悪を切り裂け。必殺ジャスティクラッシュ。ジャスティアームズはブレード、ランサー、ブラスターの3つの形態になることができるんだ。くらえジャスティブラスター。かける青き星の竜、精神獣竜とはライザー白金の精神獣だ。いくぞダブルショックバスター。ジャスティカイザーはライゼロスと精神獣リュートブ合体して完成する究極の原精神だ。原精神ジャスティカイザー。立てジャスティカイザー。全てのジャスティパワーを集めて食らえジャスティノバ。俺はカイザーアデス親衛隊デモンナイト。行くぞジャスティライザー。クラストン。デモンナイトの武器、ナイトシュバートは光を切り裂く暗黒剣だ。くれナイトクリーバー。ザコールはザコンボを武器にするハデス軍団の戦闘兵だ。やれザコール。次々に俺たちを襲ってくるカイザーハデス親衛隊デストコマンド、見てろよバッカス、俺たちは絶対に負けない。私はカイザーハデス親衛隊長ゼネラルバッカス。ベストコマンドよ、ジャスティライザーを抹殺せよ。コマンダーアドロックス。レジェンダーたちよ、ジャスティライザーどもを消すのよ。我が名はカイザーハデス。450年前の恨み今こそ晴らしてやる。覚悟しろジャスティライザー。我が名はマジンタルカ。
ャスティパワーとライザーパワーを奪って全宇宙を完全に支配するのだ。敵の宇宙巨獣は強敵だ。でも私たちは負けない。ああ、原精神の力見せてやろうぜ。行くぞ、クルマネ。地球は誰にも落とさない。よし、行くぜ、シーアユカ。